Good Air .com。 こんにちは、どうも中村健太郎です。さて今日なんですけれども、この間ねセブンイレブンで買ってきた僕が大好きなこちら、グツキ醤油ラーメンなんですが、これねちょっとね僕普通の人と違う特殊な食べ方をしているみたいなんですよね。なので今日僕がね食べてるのがちょっと変な食い方なのかどうか皆さんに検証していただこうと思って、今からこの醤油ラーメン食べていきたいと思います。セブンイレブンの中でも値段がとにかく安い、まあ、190いくらの消費税なので、多分ね冷凍食品のラーメンの中で一番安いんじゃないかと思います。でも麺もしっかりしてるし味もうまいという、まあ僕にとってはもうすごくおすすめのアイテムなのですが、まあこれを今から作ってですね、皆さんに食べてる姿を見てもらおうと、まあこういうわけなんです。ちなみにこちらは電子レンジで4分20秒ですね。600ワットで4分20秒、500ワットで5分で作ることができるのですごい手軽に作れます。まずはサクッとこれ作っていきたいと思います。マジでこれね何がいいかっていうとね、開けるともうほらこんな感じで、でこの麺を上にして電子レンジで5分やるだけなんですよ。すごいお手軽でしょ。で一応ねスープもちゃんとついてます。でスープの方はこれね油が固まってるんですよ中でね。なのでお湯でねちょっと戻してあげたりとかしてから使うので、こちらを電子レンジで入れてる間にこっちはマグカップでまず溶かしていきます。それでは電子レンジの中に放り込んで、上の面だけね間違えないようにして、それでは行きましょう。スイッチオン。設定は5分です。行きます。よっしゃ。さてレンジでチンしている間にこちらねほんと中固まってるんで、こっちをマグカップに入れてですね、お湯で温めていきます。よっしゃ出来上がり。こんな感じね。はい、では麺の方がねもう出来上がるので、こちらさっきに温めておいたやつ、綺麗に溶けてね油の部分とか出てきてるんですけど、こちらをよいしょ、よっしゃ器に移しました。おいで、こいつをですねお湯を入れていきます。うわめっちゃ簡単、もうこれでスープ出来上がり。一応 300cc になってるんですけど、僕はねいつもちょっとね少なめにスープは作るようにしています。はい、では麺の方も出来上がりました。で早速入れていきたいと思います。これねいい感じにできてるでしょ。ちゃんとメンマとかお野菜とか入ってんすよ。チャーシューもちゃんと入ってんすよね。これがうまいんだわ。ではいきます。豆乳と、はい、これで完成です。はい、こちらが出来上がり品です。うまそうでしょ。むちゃくちゃチャーシューもほんとねちゃんと大きいのが入ってていい感じなんですよね。で実は僕がおかしいところでどっかっていうと、ここにねこれ洗わずそのまま食べられる千切りキャベツ、これをねいつもこの中に入れて食べてるんですよ。一応ダイエットとして考えたんですけれども、まあ、これをもりもり入れてやるとですねまたうまさが倍増するっていうことで、しかもお腹にたまるのはこのキャベツなので、結構ですね、腹持ちもいいということなんですよね。なのでこいつをドバドバ入れながら食べていきたいと思います。ちなみによいしょ、入れてみますけど、僕はあの必ず一袋を食べきるようにしてるんですけど、ここにですねこうキャベツをガーンって、でこれをやるためにですねちょっとあのスープは少し薄めにいつも作るように、あ濃いめか、濃いめにね作るようにしているので、お湯は少なめにいつも入れるようにしています。はい、こんな感じです。これちゃんとねスープに浸してから食べるとうまいんすよ。ではもりもりいただきます。まずキャベツから。うん、スープと混ざってて、スープに結構ラードが入ってるんですよ、油がね。それと絡む感じがまたうまくてですね、麺の方もいってみますね。
うまい、相変わらずうまいぜ。でこのキャベツと麺を両方ね一緒に食うと、歯ごたえがパワーアップしてうまさ倍増なんです。やったことない人はねぜひ一回やってみてほしい。まあ合わない人もいるかもしれないけどね。うまい、うまいわ。まあ基本僕米がないとダメな人なんですけど、これだったらね、あのラーメン一杯とプラスキャベツをどっかり食えるので、結構夏休みとかのね授業がすごい長丁場の時にはしょっちゅうこれをね食べたりとかしています。結構お手頃です。まあでもなんだかんだで300円いっちゃうか。これで100円でキャベツで100円でラーメンで200円ぐらいなんで300円ぐらいはね、かかっちゃうんですけど、でもねすごく美味しいので、皆さんももしよかったらね一遍試してみてもらって、まあキャベツラーメンって感じ。うまい。まあなんかの機会があったらこのケンタロウ食い一度セブンイレブンのアイテムでお試しください。以上です。あとぜひ。キャンピングロープスタイル、サツマジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャネです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、サツマジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、サツマジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日までチャンネル、鹿児島の魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。はい。これぐらいちゃう。いや冬の花火っていうのもいいもんですね。おおやらしすぎでしょ。クソがクソやもん。ドラえもんだよ。ドラえもん、ドラえもん。何そのキャラ。何そのキャラ。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air .com. Your listening station is Good Air .com. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.